はい、みなさん、こんばんは。ダンジョンクロールストーンスープのお時間が今日もやってまいりました。やってまいりましょう。はい。えーと、ディープエルフ・ファイアーメンタリストのベフメットでやってました。ディープエルフ・ファイアーメンタリストをベフメットでやってたんだな。あー行きましょう。お、そうそうそう。宝物庫を制圧したとこでした。はいはいはい。えー、ですが、まあ、アイテムは、まあいいでしょう。で、アクワイアメントが出たんだな。 読んで、みようぜで今度は魔法書を読みます。ブック。D な。うぅい。<laughs> いらないよ、これは、ねー。やっぱり、いや、あんまりね、俺魔法書でいいの出たら記憶がないんだよね。というか、魔法書を普通に拾えるんですよね。拾って、あの、高いレベルの魔法って覚えていくもんなんですけれども。 うーん。まあまあまあって感じだな。え、今日はですね、スライム穴に潜ろうと思っております。えー、っと、えー、おいた、ういで、どうしようかなと、巻物がエンチャントアーマーがクソほどあるんだったら、ちょっと飯食うわ。エンチャントアーマー9、9マイこれはいいですね。そしたら、えー、っと、ストレングス、これにかけちゃいます。よいしょと。 で、こっちを代わりに装備すると。これで、あの、腕力も上がりましたので。いや、このグローブもお世話になりましたね。素のグローブだったけれども、あの、鍛えて。あ、これ違うな。これは、あれだな。鍛えてないグローブか。ただのグローブだったんですが、お世話になりましたね。で、あとはバックラーブポジティブエナジー。今、これポジティブエナジーが一本ないので、これをもし装備すると、ご覧ください。ドン。<laughs> 完璧でございね。 ということで、えっ、ー、と、これを装備していこうかなとも思っておりますが、まあ、反射も強いので、なので、これ、あの、一応、エンチャントかけちゃいます。おい、おいった。いいでしょで、またエンチャントアーマーは、今回旅してたたくさん出そうなんで、また置いときましょう。いや、今回エンチャントアーマーかなり出ましたね。これは助かりました。まあ、とりあえず私、リフレクション好きなんで、プランって弾くリフレクションが好きなので、置いときます。で、マニュアルもここに置いとくと。よいしょと。 んなもんでいいか。次、スライム穴潜ってっからな。スライム穴いっからな。いいな。ああ、エンチャントウェポンエンチャントウェポンもいらねえよ、別に。ええと、エンチャントウェポンも置いとくと。それじゃね、スライム穴に行きますが、あちょっと落ち着いてな。ええー、と、3の耐性を得ましょう。うん。コロージョンな。 さあ、どんな3の耐性が得られる装備があるでしょうかあ、まあ、普通にレジストコロージョンでこれで行った方が良さそうですね。よいしょと。で、ここだけ付け替える感じで行きます。えー、コロージョンで、どれと変えるかっていうと、まあですね。ま,まあ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 って感じなんですが、アーマークラストのやつと交換しましょう。これでいきます。いいでしょう。じゃあ、これでスライムピッツ。スライムピッツに行きます。ドーン。ほい。ほいほい。 おおおおい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 きました今どうですかファイティング。19.5。20まで上げましょう。まあいいや、アーマーどっちにも上げてっか。あま、それじそれだシールド上げるか。ちょっと待ってね。<laughs> ちょっとさ、あのー、あのですね、魔法が全然出てないんですよね。どうなってんのってレベルで出てないんですけど。 あでもこうオーブ・オブ・ディストラクションは出たんだな。これちょっと覚えときたいな。後で覚えましょう。あ、待って、今覚えた方がいいかもしれないね。ちょっとここ落ち着いたら覚えます。えー、っと、今余計なの覚えたんだな。イスケンデルンス・バトル・スフィアとか覚えてたんですけど、これもうね、強いのでね、使わないです。イスケンデルンス・バトル・スフィア。自分が、魔法が強いからね、一旦消費するよりかは自分で打った方が早いんだ。これ忘れて、あとコンフィズムも忘れるかもしれません。 この辺りで魔法領域を増やしていきましょう。で、とりあえずこのバカスケのも退治していく。ドガーングラスですね、開幕。ご存知。で、スライムはなんとこう、雲を感知しないんですね。あー、バカスケが来たの奥から。あいつ倒すぞ。あの突然変異つけてくるんで、あのバカスケは。奥にいる紫色の。イグニッションドガン。よし。よし。で、ちょっと待ってね。そしたら、 えーとアムネジア、魔法を忘れる巻物を使って、ちょっと紹介がてら出しました、イスケンデルス・バトルスフィアを忘れちゃいます。で、えーっと、オーブ・オブ・ディストラクション、これを覚えましょう。どんな技かっていうと、くらえて,て、ポキアンってって、この弾を出すんだな。これで加速していきます、この弾それでえ、敵にダメージを与えると。 ターン経過でオーブは加速していきますのでどうもターンが経過するごとにダメージは蓄積していくようですでスライム穴何度か説明しておるかもしれませんがアイテム道中はありませんので下り階段見つけたらすぐ降りてしまって良いでしょうこんな感じねあーでバカスケたちがたくさんいますのでここは散在してますのでイグニッションで退治していきましょうドンドンとドン で、音を聞きつけてモンスターたちがやってきてますけれども一旦上に上がって MP をしっかり回復して降りてくるとおおえーとスライムの穴にいる唯一の唯一というかあのー、ロイヤルジェリー以外唯一のモンスターですね開発一発かましましょうしてあのリンゴみたいなやつ MP 吸収してくるから MP 奪ってっからリンゴみたいなやつはすぐ殺してくださいでこいつはもう強いので一気にもう格殺していく倒しましたいいでしょうでこっちもどんどん、えー、こう暮らしを打ってってやればまあそんな困ることはないかなと思いますけどお腹減りますけどもあの今肉屋さんとかたくさん出てますから食べ物屋さん出てますから大丈夫でしょう え飯を食っと,くと道中ご飯もありませんのでここはもう素直にえっと肉を肉っていうかレーションをねレーションを食べてくださいおおまた来たなこいつ混乱させてきますこの首なし目玉の親父みたいなやついますけれどもえー、爆発させて殺していきましょうこれ強いからゼロ距離ぐらし打っちゃいます えと本来はね、あの上から来てるこれ、この冷え冷え細胞くんこの冷え冷え細胞くんがかなり強いです。冷気の耐性ないときついです。冷気3本はなくてもいい。2本あった方がいいです。このモンスター結構冷気の殴りが強いので、それだけ注意です。あとは今まで培ってきた経験で潜れると思いますが、ここも、こうだな。 こうの方がい,いかよし、しみんんな死んでくれましたねこういう時にオーブ・オブ・ディストラクションを打つといいんだが途中にあのじゃあいけますねよしこれでポッキオンって打ったらオーブがバカーンってぶつかるわけですね。 まあ基本的には、あのー、イスケンデルンス・ミスティック・ブラストの上位互換の魔法なんですけれども、ただ、あのー、到達までに絶対ターン数必要なんですよね、この魔法って。だから、召喚してくる相手とか、ワープする相手には、ちょっと不向きです。まあ、ゼロ距離だったら撃ってもいいんですけどね。で、あと、フラフラ割とオーブはするので、こういう壁に向けて撃つのはあまり良くないですね。こう行きますかね。あ、行きましたね。今回はうまく壁をすり抜けてくれましたが、基本的には壁すり抜けません。 壁にぶつかっちゃうんだよねからこういう開けたところでこうやって打つのは問題ないかなと思います今後ろからあの恐怖のりんごくんが来たのでりんごちゃんが来ましたので倒しましょう倒しましたしで一回上に上げるとここもこんな感じで打ってくと打ってきたいいですねうまく当たってますねたぶんかわされることもありますけど オーボーブディストラクション。あの、まあ、挙動はね、自分で使ってみて、やってみたらいいですよ。あ、こんなに密集している場合は、イグニッション使いましょう。ドン。こんな感じですね。で、とどめはグラシで打ってやればいいでしょう。こんな感じで、この組み合わせめちゃくちゃ強いので、どんどん使ってってください。飯を食う。いいですね。じゃあ、降りていきましょう。えー、5回たどり着きました。ちょっといやらしいやつがいるな。 あいつはオーボブ,ブディストラクションで倒しましょう。変異つけられるかもしれませんが、倒せましたね。あげます。こう、ファイヤーに、こいつファイヤーに弱いのかなどうなんだっけあ、ファイヤーに弱いんだね。さすが、冷え冷え細胞だけあって、ファイヤーに弱いんですね。ここ、あんまり音出しても仕方ないんだが、敵がたくさん来た場合においては、その限りではないと。本当はここはね、ちょっと今、セオリー通りにやろうと思うが、うまくいくかなちょっと待ってね。ロイヤルジェリー来ちゃったらもう諦めるけど。 後ろの3のブロブが強いから、ちょっと今、あの、あれしてますけど、ガンガン、ッシュ打ってますけど、あいつだけぐらい殺しとくか、いいな、よし。で、ここなんですが、あ、ちょっと待ってね、今、オーボブディストラクション、0距離で打ってます。0距離で打っても結構ダメージ当たりますが、ところが、やっぱり、あの、遠く、遠間に打った方が結構ダメージは当たります。 遠くに打ってください。今、イグニッションで処理してます。いいですね。なんとなくモンスターたちがふらふらと出てきてますけれども、あの、ロイヤルジェリーが来ても慌てないでくださいね。いました、バカスケ。え、ここの距離はいい感じなので、 オーボーブディストラクション打ちますで、ロイヤルジェリー、ここのボスなんですけど、あのー、こんな感じでダメージを与えると、体液が飛び散ってですね、あの他の部下のこうスライムになるんですね。どうもロイヤルジェリーは、あれなんですね、すべてのジェリーたちの源なんでしょうね。ですから、ロイヤルジェリーを殴ると、ビシャーってこうジェリーが飛んで、そこから新たな生命体のジェリーが生まれてくると。 結構うざったいんですけれどももちろん私たちは大量の敵に対処するような方法っていうのを何個か知ってるわけですでここはイモレーションを使いましょうはい爆弾になりましたね爆弾になりましたこれをどうするかっていうとグラシで撃ち抜いてやると見ててくださいねすると敵が死んでボーンと爆発するわけですが見てくださいまたダメージを与えましたのでこんな感じでモンスターが増えてますねで爆発していくわけですボ,ボボボボーンとで ロイヤルジェリー本体にもかなりのダメージが当たるはずです。で、もう一回行きますよ。もう一回グラッシュじゃないや。イモレーション読んで、えあとはこれで、とどめですね。これで死んだでしょう。バーンと当たってますが、私、炎の体勢3本なので、そんなにダメージは来ないはずです。<laughs> 大爆発を起こしてますけど、こんな感じで倒せましたね。はい。えー、強いボスのはずなんですが、近接戦闘とかだと大変なんですけども、こんな感じであの対処できるかなと思います。 イモレーションとと組み合わせて戦うとで、これあの一応勉強なので言っとくんですが、あの本当はこうやってヘリをぐるぐるって回ってって、それで安全を確保してから真ん中ら辺に攻めてきます。今回はあえて音をバン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 出してですね、スライムたちを呼び寄せて戦いました。それで勝てるからね。むしろ画面ギリギリに、あのー、今みたいにロイヤルゼリーが来てくれると対処しやすいと。で、本来はあのー、 結構熱戦というかこう結構戦いが過熱して逃げなきゃなんない場面とかもあるのであらかじめこの部屋の周りをぐるぐる回って上り階段の先にモンスターがいないかどうかだけ確認しておくということですね。それはやっといた方がいいです。飯食いましょう。 ここうやっって端っこを結構壁ギリギリの間歩いてそれでこの辺りにいるモンスターたちを倒していくとで、まあ、ここもう上り階段見えてるんですがここですねこうやって上り階段の先にモンスターいないかっていうのをチェックしておいて逃げる場をちゃんと確保していくってことも重要ですはいいいでしょうねはい一周しましたねで一周したらこれ入っていくわけだ 怪しいなちなみにこれちゃんと言っとかなかったね。この緑色のネバネバしてそうな床、これあの3のダメージ受けますね。これダメージ受けてるでしょ。これ退散装備なかったら結構ダメージ食らいます。さあ、ここ入ってきますよ。ドンドンドンと。おーいし。ここね、本来はね、ロイヤルジェリー倒す前はね、ここにクリスタルの壁があって、あのー、このアイテムたちをこう取れない感じになってるんですよね。で、これが、 えと、その、クリスタルの壁が、ジェリーを倒すことで解放されて、中にあるルーンを取ることができるということなんですね。チェインメールのアーティファクト <laughs>。いるいらないよね、別にね。マイト。マイトってか別にいらんわ。お、お、アクアヤメントありますよ。ポジエナ、いらないな、別に。結構、魔法じゃん、見すよ。 <laughs> 別にいらないな。はい。金も落ちてると。あ、これグローブもあります。掃除してみましょう。アーチェリーのグローブ。まあ別にいらないんだ、それは。今回の旅では使わないでしょう。一応、まあ置いとくか。ポーション。えー、なんかアミュレットが出ましたので鑑定してみましょう。ドン。リジェン、あ、マジックレジェン。あー、これはな。今何掃除したるかアミュレット。あフィンガーネックレスか。 それはさすがに外せないないや、ちょ、ちょっと待ってよ。外せるか。どうだろう。うーん。今これ、これで体勢どうなってんのこれで3本立ってんだな。あー、いやー、マジックリジェネを必要っちゃ必要なんだよね。ちょっとまあ持ってきましょう。わかりません。これ、あの、MP の回復力を強化するアミュレットです。ようやく出ましたね。マニュアルオブ・ポール・アームス。ははは、いらねえ。 さあアミュレットまた鑑定しましょう。トン。リジェネレーション。いらねえわ。いてか、今更か。こんなの今更出るんだね。お、そして、クロークのアーティファクトがあるぞ。ポイレのプラス1はいらないな。いくぞ、いくぞ。これ、ちょっと後と鑑定するわ。お楽しみ。金、金、金。いいですね。これでルーン4つです。えー、そしたらこうして、えー、クローク鑑定しますよ。いく,くよ、いくよ。トン。 <laughs> 強いこれはいいなちょっと待ってくれこうなってくると話が変わってくる今さ今ポイズンレジスタンスのクローク装備してるんだがこれはもう完全上位互換ですただし1個だけ弱点があってえと装備を外すと装備を外す時に魔法の汚染がかかって嫌な変異がつくんだがこんなもん一生外さなきゃいい話でこれ装備しようこれ装備します はい。またインテリジェンスが上がりましたね。これいいのは、ポイズンレジスタンスエレクトロキューションっていう小回りの効く体勢とインテリジェンス6上がると。これで魔法の力がまた強化されてしまいました。ね。すごいです。はい。おいでよ。そうなってくるとよ。そうなってくるとかなり良くなってきたな、これは。で、ちょっとまた、あのー、これ考え直した方がいいかもしれない。装備。例えばこのゲームオブキングス。このインテリジェンス7上がってるけど、 別にこれじゃなくても良くなってると。なぜかっていうと、ここでインテリジェンス6上がってるからね。別にここで上げなくても良くなってくると。そういう風に考えていけばいいわけですね。で、ポイズンレジスタンスも実はこう何個かこう被ってるのなんです。ここもポイズンポイズンついてますので、これで皮、なんか外せるかもしれない。この、これは外せないんだけたファイアレジスタンスがついてるから外せないんですけれども、ネガティブエナジーがあるやつとかだったらこう外せる目が出てくるわけだな。 でもフィンガーネックス、あ、まあ、フィンガーネックスで、ね、ネガティブエナジー減っちゃうもんな。まあちょっとこの辺りこうまた楽しく考えていければいいんだが、もしかしたらこのローブとかをこう変えて、何かこう別のに変えられる可能性もあると。ちなみにハットとかまだ出てないなるからね、グローブとか、ブーツか。それも期待していきましょう。そんな感じで4つ目、ゲットと。じゃあアクアイメント読んでみますか。ちょっとこれさ、アクアイメント何を読めばいいかってさすがにブックだよな。ブック読むからな、ブック。ドン。 また魔法いやーいらないなーやっぱりやっぱりそんなにこういいのって出ないんですかねだってこれいいやーなんかもっとたななんで出ないのこれ <laughs> いや普通出るんですけどこの「ファイヤーストー m とかさあとは「オー o ーブ e s ス r u c t i は出たんだけどあのレフティブの推奨槍出てないよね、はあ、出てないよな ほんとはそこを覚えないとこう、妖術師やってる意味がないんだが、<laughs> 仕方ないですね。じゃあね、一旦これで獣の住みかに戻ります。この突然変異のポーションを拾っとくと。で、えー、と、獣の1階に行くと。はい、戻ってまいりました。これでルーン4つ。 でねこれでもうねクリアしていいんじゃないかなと思うんですが欲が出てきますよ僕も <laughs> 今こっち側にあの変えますからねネクロマンシーとか覚えててもいいんだけどいやちょ,でちょっとねロ,ローブとかちょっと鎧を変えられそうな気がするんですよねでなんか鎧がいい鎧ないかなと思っておりまして鎧。 うーん特にないですね。このチェーンメールとかどうでしょうなんかかっこいいチェーンメールだったら考えるが。あーそうでもないな。あ、フェアリー行っ,ってみるか。これどうなったっけ ?N2 本立つ。ファイヤー1本減る。うーん、N2 本立つ分にはいいけども。いや、これは別にいいわ。別にバックラーで体勢取れるもん。 指輪はまあまあまあ別にないわなマジックリジェネのがあるといいような気もするんだがとりあえずいいなとりあえずいいなでレジストコロージョンは役割を終えたので閉まっておくと代わりに眼鏡の指輪を装備しましょうはいかなりいいですね でですね、このあとはどうするかというと、ゾットの領域に足を踏み入れようと思っております。それでいいよな。えーと、その場合においてはポ、ポール・アームスの。あったこれだ。これいん。こんなもんでいいな。で、あとはマジック・リジェネでも使わないと思うけど、一応こうこ置いとこう。 いいな。で、ポーションオブミューテーション。これを持っておく。今まで冷やしておいたあれを、冷え冷えのポーションオブミューテーションを持っていく。よし。水で冷やしといたからな。いいな。これで、じゃあ、ゾットの領域に行こうと思います。まあ、こんなもんで言ってたの切っとくか。切れ目もいいしな。ちょっとどうしよっかな。ゾットの領域行って、まあまあ言っとくか。次はゾットの領域行きます。その後、最後、ジグラットちょっと寄って、アイテム出たら考えるけど、 結構まあ悪くはない組み合わせなんだけどなこれはかなり来てるぞよしじゃあね一旦ここで切ろうと思いますえ今日もねまた見ていただいて本当にありがとうございましたこんなところで焦点をお開きしようと思います <laughs> 何言ってんだってな毎回それじゃあ失礼いたします